の報告を求めます。決算行政監視委員長馬淵澄夫君。ただいま議題となりました3件につきまして、決算行政監視委員会における審査の経過および結果をご報告申し上げます。3件は財政法の規定に基づき国会の事後承諾を求めるため提出されたものであります。まず令和元年度一般会計予備費その1について、その使用事項は賠償、償還および払い戻し金の不足を補うために必要な経費、中小企業者等の経営支援に必要な経費、ハンセン病元患者家族に対する保証金の支給等に必要な経費等、計31件で、その使用総額は2134億円余であります。次に、令和元年度一般会計予備費その2について、その使用事項は、新型コロナウイルス感染症対策にかかる助成金等の支給等に必要な経費、新型コロナウイルス感染症対策にかかる中小企業者等に対する強力な資金繰り支援に必要な経費、新型コロナウイルス感染症対策にかかる個人向け緊急小口資金等の特別措置に必要な経費等、計38件で、その使用総額は2534億円余であります。次に、令和元年度特別会計予備費について、その使用事項は、労働保険特別会計における新型コロナウイルス感染症対策にかかる助成金の支給等に必要な経費の1件で、その使用額は420億円であります。委員会におきましては、3件につき、去る4月12日、麻生財務大臣から説明を聴取した後、昨19日、質疑を行い、質疑終局後、討論採決の結果、令和元年度一般会計予備費その1および令和元年度一般会計予備費その2は賛成多数をもって、令和元年度特別会計予備費は全会一致をもって承諾を与えるべきものと議決いたしました。以上ご報告申し上げます。これより採決に入ります。まず日程第4および第5の両件を一括して採決いたします。両件は委員長報告のとおり承諾を与えるに賛成の諸君の起立を求めます。起立多数よって両件とも委員長報告のとおり承諾を与えることに決まりました。次に日程第6につき採決いたします。本件は委員長報告のとおり承諾を与えるのにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって本件は委員長報告のとおり承諾を与えることに決まりました。議長、武部新君。議事日程追加の緊急動議を提出いたします。議員運営委員長提出、国会議員の歳費予費および手当等に関する法律の一部を改正する法律案は委員会の審査を省略してこれを上程し、その審議を進められることを望みます。武部新君の動議にご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって日程は追加されました。国会議員の歳費、旅費および手当等に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。委員長の